どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということでね、まあね、1回戦ね、もう慶応対、沖縄尚学ということでね、もうめちゃくちゃ面白い試合でしたね。もうこれはね、でもね、言いたいのはもうね、もう正直な話、沖縄尚学側のね、ちょっとね、采配ミスなのかなとかね、僕は思いましたね。まずね、結局はもう言ったら、もうね、点差はね、空いてしまったんですけど、やっぱりね、東恩納くんね、やっぱりめちゃくちゃね、いいピッチャーで、ほんでね、まあ、慶応打線もね、なかなかね、やっぱりね、捉えきれなかった、っていうね、まあ、あれもあるんですけど、でもね、もうほんまに、昨日のね、僕のほんまに、ね、言った通りだと思います。やっぱりね、こう、なんていうんですかね、やっぱ高尾くんの残像がね、その前の、広陵高校の高尾くんの打線のね、じゃあ高尾くんのピッチングの残像があるからやっぱね東恩納くんに対して、やっぱりね対応がねものすごいできとったと、だからねこう6回ぐらいまではこう受け取ったんですけどやっぱね、まあ、6回かそれこそ2個捕まってしまったとでね、まあそこまではねまあ別に、ね、いいんですけどやっぱりねそんな捕まり始めた頃にやっぱピッチャーをね早く変えるべきでほんでね僕からねしたらね不思議やったのが昨日のね、なんかね、沖縄尚学のね、ブルペンのね、動画みたいな、なんかその沖縄尚学の、なんかピッチャー陣のを紹介してるようなね、動画をね、なんかの動画で見たんですよね。ほんで見た時に、左ピッチャーもいたんですよね。だからなんであのシーンで、あの右ピッチャーが出てきたのかっていうのが僕は、未だにね、それはちょっと采配ミスかなと。もしね、あれ左ピッチャーとかが出とったら、もっと点差をこうね、まあ、たらればって言うかもしれないですけど、でもね、もうこの、右の速いやつな、めちゃくちゃね、速いピッチャー、右のね、東恩納君のね、後に、右ピッチャーのね、ちょっとね、劣化したようなね、ピッチャーを掘らすのはね、なかなかね、ナンセンスかなと。やっぱり140見た後に、135見てもね、そんな速くね、なんていうんですかね、思うことも絶対ないですし、遅く思うこともないじゃないですか。だからちょうどいいぐらいって思いますし、もしね、これで左のね、ピッチャーが出とったら、やっぱりね、この投げる角度もちゃいますし、やっぱりこの慶応打線側も、右と左に変わるだけでね、やっぱりね、ちょっとね、こう対応がね、ちょっとまで遅れると思うんですよね。ってなってきたら、やっぱりね、あっこうね、最初失点で抑えとったら、全然ね、まあ、沖縄尚学もね、勝ち取ったのかなとかも思いましたし、でもやっぱりね、僕のほんまに言った通り、やっぱ K1 めちゃくちゃ強いですよね。ほんまにこうなんか安心して見れるというか、なんかこう打線がやっぱりこう、なんていうんですかね、なんて言えばやろ、みんな修正能力が高いから、やっぱりそのね、こう、ハマるってよりか、やっぱりその、どこかでやっぱ捕まえますよね。やっぱ高投手、沖縄尚学、東恩納君といい、広陵ね、高尾君といい、ね、めちゃくちゃいい中でもね、やっぱりこうしっかり、点数を入れるっていうね、この野球ができるっていうのがね、やっぱりこの今年のね、慶応の強さかなと思いますし、やっぱ沖縄尚学打線に対してね、まあ、2番手のね、左ピッチャーの効果ね、あそこまでね、こう、まあ、いわば、力投するのもね、やっぱりなんかすごいなと思いました。正直ね、カーブのホームランね、まあ、打たれたぐらいで、もう正直な、それ以外はね、もうほとんど完璧なね、ピッチングやったじゃないですか。だからね、カーブを打たれたことに関しては正直な話で、まあ、なんかまあ、一本ポンって打たれただけですから、そんなね、僕はもうなんか、大きいダメージだと思わないんですよ。やっぱ出会い頭の一本なんでね。だからね、ピッチャーは言ってました。ホームランはね、そんなにね、傷つかないと。だからね、ホームランが、まあね、ホームランで普通はね、こう、崩れるように思われがちなんですけど、やっぱりね、ホームランってやっぱ出会い頭でもありますから、だからね、あれがホームランで点数が入っただけで逆に良かったなと、まあ結果なんですけど、もしあれがね、こう、じわじわね、こうなんか、ヒットでとかね、ルーンに毎回ランナーを背負って、ほんでポテンヒットで1点とかよりか、やっぱこうね、1本ポーンって打たれた方が、やっぱね、立ち直りもね、早くできたんで、まあでもほんまに言いたいのはね、この沖縄尚学のね、なんであの子でね、右ピッチャーを出したんやっていうね、右ピッチャー出した時点で、もう完全にね、慶応のなんか勝ちムードがね、確定してましたよね。だからね、あれをピッチャーね、まあ、たらればですけど、左ピッチャー出しとったらね、もっといい試合でね、ワンチャンね、沖縄尚学に
流れ行って、カルトとしたりとか、やっぱ高校野球ってね、やっぱそう、まあ一枚じゃね、改めて無理やなって思いました。皆さんの意見をぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。